今回お邪魔するお店はこちらです。大阪では有名なお店として知られております、カッパラーメン。さあ行ってみましょう。今回はこちらにお邪魔させていただくわけですけども、大阪ではかなり有名な千日前発祥の、ラーメン屋さんということで、今回行ってみます。券売機で注文いたしました。何にしようか迷いますね。いろいろとメニューがあるんですけども、赤、黒ありますね。今回は黒カッパラーメンをチョイスいたしました。席に案内されて、こんな形でラーメンを待ちます。キムチが無料となっております。美味しそうですね、はい、こんな感じで、お持ち帰りの、ね、キムチもあったり、いろいろと説明書きがあるようです。替え玉もね、一杯につき一玉無料ということになっております。こちらニンニクも無料となってます。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。さあやってまいりました。こちらが黒ガッパラーメンということで、ね、黒ごま油のがしっかり、ね、かかって大きなチャーシューがね乗ってます。こちら麺が、ね、細麺ということで、ちょっとね片麺をセレクトいたしました。こんな感じになっております。スープもねがっつりこってりあっさりなのかな、かなりいい、匂いがしてきます。ニンニクも入れちゃいます。さていただきましょう。それでは実食させていただきます、ね、噂というか話ではね聞くんですけども、ねカッパラーメン美味しいよということをねよく言われるんですけど、大阪の友達に。でもね初めてのこのカッパラーメンということで、すごい気になってたんですよね。結構ねこってりなんか食べやすい形で美味しいですね。ごまのね風味が、ごま油の風味がねまたいい感じで食欲をそそるという感じで、ありがとうございます。はい、ね、あっさり食べちゃって、替え玉追加です。こちらね1杯につき、ラーメン1杯につき1つ無料ということで、これ平日限定だったと思いますね。ぜひ皆さんもトライしてみてください。という間にペロリでした。そして、揚げニンニクが無料ということで注文してみました。こちらですね、酒のあてのような感じで美味しくいただきました。やはりやみつきになりますね。という形で、しっかり、食べさせていただきました、まあ、今回はねこんな感じになっています。はい、というわけで、今日のまとめをいたします。カッパラーメン本舗工場直営店ということですね、こちら千日前発祥の背脂系豚骨醤油ラーメンということですね、黒ラーメンをね、黒カッパラーメンを注文したんですけども、こちらニンニクの焦がし、油、麻油を使用と、ニンニクのコクとまろやかな旨味が癖になるラーメンということですね。確かにね、忘れた頃にまた食べたくなるようなラーメンですね。もうこってりさもね、しっかりしてて、しっかりというか、まあべちゃべちゃのような感じじゃないんで、こってり系やなみたいな感じですね。替え玉なんですけど、1杯につき1玉無料ということなんですけど、2玉3玉いけるんじゃないかというような、形でね、食べさせていただきました。はい、というわけでね、営業時間が、朝の昼前ですね、11時半から、
夜の27時までということで、定休日は ないようです。で住所はねこちらの方になっております。まあ、他のね店舗より、あの駐車場というか駐車場があるんで比較的あの行きやすいかなと思います。ぜひねあの行ってみてください。というわけで今回ねありがとうございました。それでは、失礼いたします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。